膨らんで出るの見えるから。6月3日、中区の江葉山気象館で行われた気象館まるごと感謝デー。毎年気象の日に合わせて開催されていますが、今回は江葉山気象館開館20周年のメモリアルイベントとなり、たくさんのアトラクションで子どもたちは楽しみました。パネル展示では地球環境のことを知ってもらおうと、南極の様子を紹介するコーナーがありました。写真展示や実際の南極の氷を紹介、触ることができるため子どもたちが冷たさを体感していました。またその他にも気象に関する体感ブースがありました。津波の起こる仕組みがわかる装置や夕焼けの秘密を実感できる装置、またお天気リポーターが体験できるコーナーには子どもたちが群がりリポーター気分を味わっていました。そして今回のイベントの中で一番人気だったのが寒さを体感できるコーナー。マイナス20度を体感しようということで、大型冷蔵庫へ数十秒間入り、氷点下の世界を疑似体験しました。寒い。ハンカチどんな感じだ。むっちゃ寒かった。それだけ？お前らは？いや、それだけしか言えない。寒かったね。だって泣いたじゃん、この人が一番。泣きそう。寒すぎて途中泣いたよね。泣いてないもん。江葉山気象館は昭和9年に旧広島地方気象台として建築され、20年前に建物の保存活用を目的に気象館となり、これまで100万人以上の来場者を迎えています。今回のイベントを通して子どもたちは気象や自然について楽しく知ることができたようです。